はい、ご視聴どうもありがとうございます。整体歴25年のね、愛知県蒲郡市の、整体師です。東京大阪もですね出張を、考えているんですが、20年前以上前の、その日本人の体と、今の現代人の体ね、随分違っているということで、昔の整体はね、本当にもうとっくに捨てて、新しい整体をずっとね、探求し続けてきました。途中では怪しい整体師とね、友達にも言われ、大変ではなかったんだけども、そういう思いをして、やってきた結果ですね、今回のこの巻き方に対する、お話をね、今すごくしてるんですけども、この巻き方は、本当にこの肺を潰してですね、酸素量、酸素の供給量をすごく減らしてしまいます。で、1日、2万回というね、呼吸の中で、60兆の細胞にですね、ちゃんと酸素が行き渡らない状態が、全てのいろんな問題を引き起こすというふうに、考えて、本当にこの巻き方はですね、何とかしなければいけない。その中で、いろんな治し方が、ね、あって、運動、体操ですね、体操、ヨガ、とかで、この、巻き方をね、なんとか治そうと、努力されている方いっぱい、おられると思うんですけども、私が到達した、理論で、いきますと、この巻き方、イコール、この腕の巻き込みですね、というのはですね、内臓がねじれる、下垂する、脊髄がねじれる、脳がねじれる、下垂して、命の根源的なものをですね、こう潰していってしまう、皆さんこう姿勢をね、で、食べ物もそうだと思うんですけども、そういったところ にこの守るためのシステムが、ね、働く、これが、この腕の緊張であって、この腕の緊張のまままたこうパソコンやスマホをやっていくことによって、どんどん巻き方になっていくという、理論です。で、この調整は、じゃあ、守るためにあるんで、これを、このヨガでこう伸ばしたりだとか、運動してもですね、これは、脳は響かない、脳の問題なんで、脳からの指令の問題なので、それではね、脳は判断してくれないんですね。よりもしかしたら緊張をしなさいというシステムが働いてしまうかもしれないというふうに、私は考えるんですけども、もう長い間、もう本当にだいぶ何年ものですね、皆さん、すごい緊張を入れて生活をしていて、このことが、呼吸が浅い、睡眠が浅い、いろんな、小問題を引き起こしていると考えています。で、どうするかといえばですね、体の軸をちゃんと作り直して、内臓のねじれ、下垂をね、直して、しっかりさせて、でそのためには足の裏の調整、座骨の調整、人体の緩みの調整などいろんなね、調整、軸の調整ですね、そういったことも必要で、それができて、今度は、この緊張を守っているものね、足にもあるんですけども、守っている緊張を今度は、もう守らなくていいよというね、脳に指令を送り返すということをですね、ようやくこれが1ヶ月半前ぐらいにね、見つけて、それから本当にこの腕がね、皆さんすごいこうダランとなって、本当に今までだいぶ緊張してたんだということがね、分かると言ってくださる方続出、そして、睡眠とも関係するんで、すごくよく眠れるようになりましたというね、声が続出しています。そして2日前にはですね、5年間接骨院にね、通って、この巻き方をね、このひどい巻き方だねっていうふうに、言われて、施術をされてきた方がですね、私の、5分、10分のですね、この、守るための緊張をね、抜いたところ、本当に胸がガンって開いて、こんなの初めてだっていうね、そんな、声をいただきました。そんな感じで、私は、巻き方の、プロフェッショナルとして、緊張抜きのプロフェッショナルとも言えるんですけども、そうですね、ちょっと強気、これからちょっと強気にね、行ってみたいと思っています。愛知県蒲郡市でやっていますけども、コロナの影響でちょっとわからないんだけども、東京、大阪ね、全国に定期的にね、通って、この巻き方問題ですね、を調整していきたいと、本気で考えている、整体師です。この、主義はですね、日本で唯一、世界で唯一の主義だと思っています。よろしくお願いいたします。